近代から現代にかけての世界の一体化では、第一次世界大戦勃発から超大国としてのアメリカ合衆国、ソビエト連邦の台頭、第二次世界大戦とヨーロッパ諸国の没落、アジアアフリカ諸国の独立を取り扱う。第一次世界大戦の終結において、初めて民族名あるいは地域名を国家名に名乗らないソビエト連邦が結成された。また、 戦場とならなかったアメリカ合衆国は第一次世界大戦を契機にヨーロッパ諸国に対して再建国へと成長を遂げた。民族自決の原則がドイツ帝国、ロシア帝国、オーストリア・ハンガリー帝国の丘陵で適用されたが、東欧諸国の独立はソビエト連邦と西ヨーロッパ諸国との間の干渉国としての役割を持ったに過ぎず、 独立した各国がそれぞれ民族問題を内包する結果となった。加えてアジアやアフリカでは民族自決の原則が適用されず多くの国の独立が第二次世界大戦終了を待たなければならなかった。第二次世界大戦で勝利したアメリカとソ連は全世界で冷戦と呼ばれる衝突を繰り返した。その中で展開されたベトナム戦争においてアメリカは 経済的に日本と西ドイツの対等を許す結果となった。1967年のヨーロッパ共同体結成を契機に西側諸国は米欧美の三極構造へと徐々に変遷していく。また、ワルシャワ条約機構を中心に東側諸国を衛生国化した。ソ連もまた中華人民共和国、ユーゴスラビアがソ連に対して離反する動きを見せ始めた時代であった。 第二次世界大戦以降、かつての植民地の多くが政治的に独立を達成していった。その中で、西側諸国の枠組みの中で、東南アジア諸国連合が1967年に結成されるなど、各地域で政治的のみならず、経済的自立を模索する時代へと突入していった。1908年、オスマン帝国に青年トルコ等の革命が起こると、 ブルガリアはこれを機に独立を宣言し、オーストリアはボスニア・ヘルツェゴビナを併合した。ここはかねてよりセルビアの望んでいた土地だった。ロシアは1912年ブルガリア、セルビア、モンテネグロ、ギリシアをバルカン同盟に組織し、第二次モロッコ事件とイド戦争に苦しむオスマン帝国に対し、戦線復刻させた。オスマン帝国は敗北したが、その戦後処理において、 ブルガリアとセルビア・ギリシアの間に対立が生じ、第二次バルカン戦争が起こってブルガリアはオスマンと共に三国同盟側に接近した。こうしてスラブ、ゲルマン、ギリシア、ラテン、トルコなど諸民族がぶつかり合うバルカン半島はヨーロッパの火薬庫となった。1914年サラエボ事件によってオーストリア皇太子が暗殺された。このような事態を予期していたドイツは、 直ちにショーモルト家によって、シュリーフェンプランが実行に移され、ベルギーの中立を犯して、フランスに侵入したが、マルヌ海戦に敗れて、戦争は長期化した。ブルガリアとトルコは、ドイツ側に立ったが、未回収のイタリア問題でオーストリアと対立していた、イタリアは1915年、連合国側に立って参戦した。日本は、日英同盟を根拠に在中国ドイツ基地を攻撃し、 ドイツ権益を継承、ついで中国に21か条の要求を行った。開戦3年目には航空機、戦車、毒ガスなどの近代兵器が登場し、ベルダンの要塞をめぐって死者25万人を出す激しい攻防戦が展開された。当初、すぐに終わるであろうと思われていた戦争は長期化し、国家総力戦となって各国民を苦しめた。 1917年には、ロシア革命が起こり、ニコライ2世は退位した。二重権力の状態を経て11月には、社会主義革命が起こり、ニコライは処刑され、ソビエトは翌年ドイツと単独講和を結んだ。窮地に追い込まれたドイツも、イギリスの政界権を打破するため、1917年の初めに無制限潜水艦作戦を宣言したが、これは、 アメリカが主衆国を決定的に連合国側に立たせることとなり、17年4月にはアメリカが参戦、200万人以上の兵士をヨーロッパに、当時、ついで中南米諸国や中国もドイツに対し参戦した。1918年に入ると、ドイツでは物資の不足が深刻化し、国民の不満は高まってきた。同年秋以降、同盟国が次々に降伏し、ドイツは、 廃食濃厚となった。こうした中、11月には、キール軍港の水兵の反乱を機に、ドイツ革命が起こり、ドイツ共和国が成立した。ドイツ社会民主党を主体とする内閣は同月、連合国と休戦条約を結び、ここに莫大な犠牲を出した大戦は終結した。ザイヤの歴史家、ジャン・モリスは、パックス・ブリタニカは1914年8月に終わりを、 告げたと述べている。それに対し、中西してルマサは、パックス・ブリタニカがイギリスによる平和であるなら正しくそうだったが、しかし、それはすでにイギリスによる平和ではなかったと指摘している。すでにヨーロッパの安定は列強間の微妙な勢力均衡に依存していたからである。第一次大戦におけるイギリスの戦死者数は公式集計の完了前に、 ナチスドイツによるロンドン空襲があり、資料が消失してしまったことにより確実な統計はないものの約90万人とされ、これは第二次大戦での39万7千人の倍以上である。イギリス人にとって第一次大戦はまず大量戦死という悲しみの記憶であり、この戦争の後、イギリス帝国はもはや以前の姿に戻ることはなくなった。中西てるマサは、 ドイツを包囲するより他にないという脅迫観念が、イギリスをして、壮大な軍事的退治の網の中に自ら囚われる、結果を招いたことが、悲しみの大戦を運命づけたと評している。1921年当時のイギリス帝国、ウェストミンスター憲章の10年前にあたる中西はまた、第一次世界大戦が、イギリスの衰退に及ぼした影響として、次の3点を指摘している。 対戦が、新神喪失と呼べるほどの幻滅とショックをイギリス国民に与え、特に若い世代の帝国支配の意思を大きく減退させたこと。第一次対戦後によって生まれた新しい世界秩序が、とりわけイギリスにとって適応困難だったこと。具体的には、ロシア革命の影響による、老子紛争時代の到来、対戦後の世界に広がる民族自決主義、 国際連盟による集団安全保障体制、世界金融への支配力がアメリカに移ったことなど。本来ならば、国力の再生に専念すべき時期に、戦勝による見せかけの力の膨張が、帝国の関心を陥り乱し、中東地域の支配に固執してしまったこと。しかし、そこは、新しいエネルギー源、石油を産出し、インドへの道にも当たっていた。 戦勝国27カ国が参加しドイツなどの敗戦国、ロシアは招かれなかったパリ講和会議の結果成立したベルサイユ条約は敗戦国ドイツに対し巨額の賠償金支払い、軍備制限、ラインサガンの非武装化、全植民地の喪失とアルザスロレーヌ地方のフランス返還などを厳しく義務付けた。ポーランド、フィンランド、バルト3国は 独立したが、旧オスマン帝国領のシリアとパレスティナはイギリス及びフランスの委任統治となり、中国におけるドイツ権益と旧ドイツ領太平洋諸島は日本が継承することとなった。講和会議によって戦勝国の植民地はむしろ拡大し、ウッドロー・ウィルソンの14過条の平和原則によって設立の決まった国際連盟には提勝国アメリカは参加しなかった。 また、牧野信明を中心とする日本代表団は国際連盟規約に人種差別撤廃条項を加えるよう提案したが認められなかった。このようにして出現したヨーロッパ新秩序をベルサイユ体制と呼ぶ。ヨーロッパに対して優位に立ったアメリカはアジア太平洋地域の再編を目指して1921年から1922年にかけてワシントン会議を開き、 日、A、2つの列強と太平洋の現状を維持、海軍軍備制限、中国の主権尊重を確認した。こうして出現したアジア太平洋新秩序をワシントン体制と呼ぶ。国際連盟は世界の高級平和を目指す史上初の大規模な国際機構だった。発足当時の常任理事国はイギリス、日本、フランス、イタリアの4カ国。 スイスのジュネーブに本部を置き、総会、理事会、連盟事務局を中心に運営され、国際労働機関と常設国際司法裁判所が駆使された。しかし、ドイツなどの敗戦国とソビエトロシアは排除され、アメリカ合衆国も共和党が多数を占める上院が国際的負担に反対してベルサイユ条約批准を拒否したため参加しなかった。そのため連盟の構成国は、 ヨーロッパ諸国に偏り、また最高決定機関は理事会ではなく、総会であり、議決は多数決ではなく、全会一致を原則としていた。さらに、軍事的制裁は実施できず経済制裁にとどまることから、侵略国家への制裁手段は不十分であるなどの問題があった。しかし、中小諸国の国際紛争の調停や文化交流などには成果を上げており、 史上初の国際平和機関として参加国の総意を持って意見を集約をするという理念は評価されるべきものと考えられている。政治面でベルサイユ体制、ワシントン体制によって世界が一つにまとまっていく過程を追うことができるが、経済面でも世界が一つにまとまっていった。1816年のイギリスの貨幣法で、 ソブリン金貨が発行されて以来、金と貨幣が打貫できる貨幣制度が全世界に波及していった。この制度を金本位制と呼ぶ。イギリスで始まったこの貨幣制度に対しては、欧米各国が追随した。日本は明治新直後の1871年に、進化条例を定めて金本位制に参加しようとしたが、当時の経済基盤は貧弱であり、 銀本位制に変更、日清戦争後にようやく金本位制に復帰した。世界を一つにまとめる貨幣制度として金本位制は機能していたが、第一次世界大戦によって各国は金本位制を中断する措置を取った。1919年、アメリカ合衆国を皮切りに各国が金と貨幣の打艦を再開するが、世界恐慌の発生により、 県本位制から離脱する国々が相次いだ。県本位制をめぐっては関東大震災により復帰のタイミングを一した日本が暗黒の木曜日直後に金融室を再開したことから政変に発展する事態となった。総力戦を戦う中で各国政府は全国民に戦争遂行への協力を要求した。 そのため戦後になると戦時中の公約に従って女性を含む参政権の大幅な拡大が多くの国で実現した。大戦前に婦人参政権のあった国はニュージーランド、オーストラリア、フィンランド、ノルウェーの4カ国に過ぎなかったが、大戦後は戦争における女性の貢献への報酬として多くの国で参政権が与えられた。この時期には日本でも 平塚内町や市川夫妻を中心に、婦人産政権運動が展開された。また、社会主義国との対抗上、資本主義諸国も雇用を安定させ、福祉を充実させることが求められた。1923年、イギリスでは、総選挙が行われたが、政権党だった保守党が過半数に達せず、労働党のラムゼー・マクドナルドが政府不信任動議を出し、 自由党の格外協力を得て初めて組閣した。これによってイギリス初の労働党内閣が誕生した。アメリカの秘密結社 KKK の集会しかし一方では主義、主張、人種や民族の違いを理由に暴力に訴える風潮も芽生えてきた。南アフリカのアパルト兵とオーストラリアの白豪主義に加えアメリカ合衆国では 白人の優越を解く秘密結社、クー・クラックス・クランが1915年に再建され、その活動が再燃して20年代には、数百万の白人が入会していた。また、1921年、米国連邦議会は俗に、移民割り当て法と称される、法案を成立させ、1910年国勢調査における、各国別生まれの居住者数を算出し、 以後の移民はその割合に比例した数でのみ認められるとした。なお、アメリカにおける日本人の移民活動は日米紳士協定に基づいた日本の自主規制と州レベルでの排斥活動の間で微妙なバランスを保ちつつ進行していたが、1924年には反東洋系色の強いカリフォルニア州、選出会員議員の手によって 帰化不能外国人の移民全面禁止を定めた第13条 C 項が追加され、いわゆる排日移民法がアメリカ合衆国連邦議会で成立した。戦後の混乱が続くイタリアでは、戦勝国でありながら、期待していた冬目などの領地が得られず、ベルサイユ体制に強い不満を持つ人も少なくなかった。経済危機も深刻で、ロシア革命の影響も受けて、 ストライキや農民の土地闘争が広がり、社会主義勢力が拡大した。1919年、ベニート・ムッソリーニが革命組織、国粋主義の立場でイタリア戦闘者ファッショを組織し、中産階級や資本家、地主層などの支持によって勢力を拡大して、1921年に政党ファシスト党を結成、1922年のローマ新軍によって、 政権を握った。ムッソリーニは1924年にはフィルメを獲得し、1926年には社会党などを他の政党を禁止し、ビットリオエマヌエーレ3世をはじめとするイタリア王室、軍部、財界などの支持を得て一党独裁の体制を整え、1927年にはアルバニアを保護国とし、強力な統制経済によって経済危機を乗り越えようとした。 ファシズムにおける独裁は、資本主義の危機的状況に対応して現れたものであり、従来の独裁政治とは、大衆的な基盤を有する点で性質をことにしていた。第一次世界大戦では、二つの多民族国家すなわち、オーストリア・ハンガリー帝国とオスマン帝国がドイツと、共に敗戦国となり、また、ロシア革命によって、やはり多民族支配を行っていた。 ロマノフ王朝のロシア帝国が滅んだ。これによって三帝国の支配していた東欧には一種の権力真空状態が生まれ、ウィルソンの提唱する民族自決主義の影響もあって、パリ講和会議の結果、多くの独立国がここに生まれた。しかし、その国境線はドイツを包囲し、ソ連の影響力を封じ込めようとする連合国によって決められたため、 いずれの国においても国内に少数民族を含み、民族間の争いが絶えなかった。二重帝国から独立したチェコスロバキアは、ドイツ系住民が多く居住する図デー店を含み、ポーランドは旧ドイツ領とウクライナの一部を併合した。これらは、その後も複雑な民族問題を残すこととなった。さらに、 チェコスロバキアを除きいずれも農業国で、地主の力が強く、農民は貧しかった。農民の不満も大きく、政治は安定せず、ポーランドでは、ユゼフ、ピュス付き、オーストリアと分離したハンガリーでは、ホルティミクローシュ、南スラブ人王国の構想より生まれた、ユーゴスラビア王国では、アレクサンダル一世の軍事独裁政治が行われた。アメリカにとって九百二十年代は、 これまでにない繁栄の時代だった。流れ作業とベルトコンベアなどの機械化とを組み合わせたアメリカ式の新生産方式を代表するフォードモーターは安価な乗用車を大量生産し、定期的モデルチェンジ、広告、カップ販売など大量販売方式を組み合わせて、電気洗濯機や電気掃除機など快適な家庭電化製品やラジオ、映画の普及とともに、 大量消費を楽しむ新しい生活スタイルや大衆文化を生み出した。20世紀初めに南部で生まれたジャズは、1920年代には北部の白人社会で受容され、各地にジャズバンドが生まれた。また、ホームラン王、ベイブ・ルースの活躍などに代表される、アメリカ大リーグ、パッド・サリバン創作のフィリックスや、ミッキー・マウスなど、ウォルト・ディズニー・カンパニー制作のアニメーション映画、 水着スタイルの最初の美人コンテストなど20年代は今日のアメリカ文化の原型が多く作られた時代だった。この時代のアメリカの繁栄を象徴するものに上述のラジオがある。1920年にピッツバーグでラジオ放送が開始されるとラジオ受信機は急速に普及した。 大量生産により生産されたラジオの保有台数は1929年には1000万台に達している。これを通じ、ジャズなどの新しい文化が普及した。後に、世界恐慌の際に大統領となったフランクリン・ルーズベルトはラジオを用いた露偏談話を行って、直接国民に語りかけた。また、ラジオ放送を可能にした電波は、軍事目的にも利用されることとなった。 アメリカは大戦で疲弊したヨーロッパ諸国に代わって世界経済の覇権を握り国としても債務国から再建国に転じた。ニューヨークにはクライスラービルをはじめとする摩天皇が建てられた。この時代を繁栄の20年代、黄金の20年代あるいは永遠の繁栄などと呼んでいる。その一方で孤立主義を取るアメリカは国際連盟には加盟せず、 国内でも保守的なムードが強まり、1921年にはサッコバンゼッティ事件が起こってイタリア系移民労働者が逮捕され、戦術したように KKK の活動が活発化し、また異文化を持ち込む移民を制限する法律や禁止法が制定された。繁栄の20年代は一面では不寛容な20年代でもあった。禁止法により、 ノンアルコール飲料が注目を浴び、1919年、アトランタで始まった、コカ・コーラは売り上げを大いに伸ばした。一方、酒の密造、密売によって、距離を得たアルカポネなどのギャングが暗躍し、シカゴでは、ギャングの構想が最高潮に達した。また、永遠の繁栄が歌われながら、この時代のアメリカ農業は不況にあえぎ、作物が収穫できても利益が残らない。 豊作貧乏の状態に陥っていた。敗戦国ドイツでは、バイマルにおける国民議会でバイマル憲法が採択され、バイマル共和制が成立した。バイマル憲法は、史上初めて社会権を定めた当時最も民主的な憲法だったが、共和国がベルサイユ条約を受け入れて過酷な軍縮を行ったことは、急進的右派勢力などから激しい批判を受けており、一部の 軍人はカップ一家を引き起こした。1921年には連合国によるロンドン会議において1320億金マルクという巨額の賠償金が定められた上、オーバーシュレジエン地方の貴族をめぐる住民投票においてドイツ貴族が多数だったにもかかわらず地下資源が豊富な地域がポーランドに割譲されることに、 なり、ドイツ国民のベルサイユ体制への反感は高まった。ドイツは巨額の賠償金に対し、その支払い延期を要求したが、フランスは賠償不履行理由に1923年1月ルール工業地帯を軍事占領し、これに対する労働者のサボタージュもあって、生産は極度に低下した。他方政府は紙幣を乱発し、23年10月にはマルクの価値が、 1> 約一兆分の一になるという恐るべきインフレーションを招いた。各地で暴動が相次いだが、アドルフ・ヒトラーのミュンヘン一期もその一つである。1924年、ドイツはようやく同図案を受け入れ、信用の裏付けのある新紙閉連天マルクを発行して戦後インフレを克服し、アメリカの仲介で賠償支払いの軽減し、アメリカ資本の導入による、 経済再建を図った。外務大臣、グスタフ・シュトレーゼマンは、協調外交を展開し、ロカルの条約を結んで、フランス・ベルギー国境の不可侵を約束し、1926年には国際連盟に加盟した。一方、国土が戦場となったフランスは、戦後もドイツの大国化を恐れ、上述のように賠償支払いを厳しく要求し、 レーモンポアンカレのウファ内閣の時にはルール占領を断行した。しかし、対独強行外交は国際的批判を浴びて失敗し、1924年サハ連合政権が登場した。25年に外相となったアリスティード・ブリアンは、ロカルの条約により、ルールからのフランス軍撤兵などを行い、ドイツとの和解に努め、1928年にはアメリカ国務長官、 フランク・ケロックと共に不戦条約を主導して国際協調に貢献した。第一次世界大戦により欧州諸国が軍需生産に系統せざるを得ない状況があり、日本は欧州やその植民地に工業製品を輸出する状況が生まれた。重化学工業が進展したのもこの時代である。日本は大戦景気に沸き、一気に 再建国となって姿勢には成金が生まれ、初めて工業生産が農業生産を上回った。しかし、第一次世界大戦が終わると、欧州諸国が工業製品の生産を再開したため、国際競争力にかける当時の日本は生産過剰に陥り、戦後強行が始まった。第一次世界大戦では、連合国側は大戦を民主主義と専制主義との戦いであると、 意義づけた。こうした事情の下で、対戦中から世界的に、デモクラシーの機運が高まった。1916年、吉野作造はデモクラシーを、民本主義と翻訳した上で、民衆の利益と幸福を目指した政治を進める、必要があると主張した。彼の徳、民本主義は、知識人はじめ言論界でも広い支持を集め、反発、官僚、軍部など、 特権的な勢力による政治を批判し、議会中心の政治を確立しようという動きを方向づけた。このような新しい政治主張を対象でもくらしいという。関東大震災こうした中、寺内正武内閣が総辞職すると、元老たちも政党内閣でなくては国民の支持が得られないと判断し、1918年平民最小原隆による 本格的な政党内閣が成立した。原は選挙権の拡張などを行ったが1921年東京駅で暗殺された。原の後継となった高橋小歴代内閣は短命に終わり、以後2年間非政党内閣が続いた。一方経済面では戦後強行の痛手が回復しないまま1923年に関東大震災が起こり、それに橋を発した。 震災強行が追い打ちをかけ、不良債権が銀行に蓄積され、この時の震災手形は、後の金融強行の原因となっていった。1924年、清浦慶吾内閣が成立すると、五県三派は、第二次五県運動を進め、加藤孔明を首相とする五県三派による政党内閣が復活し、茂原喜重郎による協調外交と軍縮政策を進め、 1925年、普通選挙が実現した。その結果、25歳以上の男性には、納税額に関係なく、選挙権が与えられ、約300万人だった有権者は4倍の、約1200万人に増大した。この結果、政治の民衆化は進展したが、女性の賛成権は認められなかった。1927年、第1次。 若月礼二郎内閣の大倉大臣、片岡直春の出現により、金融恐慌が発生したため、後を継いだ田中義一内閣の増唱、高橋惚歴はモラトリアムを発動し、事態の収拾を図った。銀行の倒産が相次いだため、預金が三菱、三井、住友といった財閥に集中していくようになった。この時代にはまた、女性の職場進出が進み、 都市問題、住宅問題、労働問題が生ずるとともに、義務教育修学率が99%を超え、高等教育も充実して知識層が増大し、社会における中間層が形成された。ラジオ放送が開始されるなどジャーナリズムがさらに発達、また、大衆雑誌、文庫本、円本などが盛んに出版され、日本でも文化の大衆化が進んだ。 ロシアがドイツと講和を結ぶと、日本をはじめとする英米仏釣などの連合各国は、革命の波及を恐れ、革命軍によって囚われたチェコ軍団を救出するという名目で、ロシアに軍を送った。ロシア国内の反ボリシェビキ勢力もこの情勢に活気づき、各地で反革命政権が成立したが、ソビエト政権も赤軍を作ってこれに対抗し、内戦状態となった。 しかし、外国勢力と結びついた反革命勢力に反発する人々は赤軍を支持1920年には赤軍勝利は疑いない情勢となった。内戦を戦い抜くため、ソビエト政権は食料を強制的に挑発して工場の国有化を進めた。これが戦時共産主義である。ボリシェビキはロシア共産党と改名し、 国家を指導する唯一の党となった。内戦が終結に近づくと政府は、食料税導入と税納付後の残余農産物を自由に処分して良い、ことを特徴とする新経済政策を1921年に採用し、食料調発をやめ、工場の国有化も緩和した。他方で、レーニンらは、1919年、モスクワでコミンテルンを創立し、 革命ロシアの指導の下各国共産党をコミンテルン支部とし、世界革命を推進しようとした。そして1922年にはソビエト社会主義、共和国連邦が成立した。レーニンの死後、ヨシフ・スターリンは、一国だけでも、社会主義を建設することは可能であると主張し、政敵であるレオン・トロツキーを国外追放。その後、トロツキーは亡命先のメキシコで、 スターリンが送り込んだ資格により暗殺された。このようにして反対派を抑えて独裁的権力を握り、自らを頂点とした一国社会主義路線を確立した。対外政策にも変化が生じ、ソビエト連邦が成立した1922年にはドイツとの国交を回復し、各国も相次いでソ連を承認した。 また、スターリンは1928年から行われた第一次、5か年計画で強力に重工業の建設を推進し、同時に農民をコルホーズなど集団農場に組織する農業集団化を強行した。基金による犠牲者も数百万に達したと言われるが、反面では他の諸国が不況に相に政治的に混迷しているとき、 生産力を向上させて一大工業国に成長していった。ソ連邦の存在は、それまで資本主義列強によって進められてきた世界の一体化を否定するものであり、中でも一国社会主義路線の確立は世界資本主義に敵対する国家の誕生を意味していた。しかし、ソ連は第二次産業革命という経済市場のするから大きく逸脱したものではなかった。 市場経済ではなく国家による計画経済であり、軍需産業重視のため豊かなアメリカ的生活スタイルともかけ離れており、また政治的民主主義も肩だけのものに等しかったが、先進資本主義諸国と軍事的に競争できる産業化、あるいは国民を後半に動員できる大衆性などの点においては20世紀の特質を備えていた。したがってソ連は 欧米諸国や日本とは異なった手段で第二次産業革命を達成したものと捉えられ第二次世界大戦後に独立を果たしたアジアアフリカ諸国にとっては一種の近代化のモデルとして機能したベルサイユ条約で民族自決の原則が決定したものの適用を受けたのはかつてのロシア帝国、オーストリアハンガリー帝国、ドイツ帝国に属していた地域のみでありアジア、 アフリカには適用されなかった。これらの地域は、イギリス、フランス、イタリア、日本の国際連盟の常任理事国を務めた4国、及びイギリスに代わって派遣国家となったアメリカが植民地を広く持っていたためだった。第一次世界大戦が終了するとオスマン帝国は、解体の危機に瀕した。ヨーロッパ列強の思惑が錯綜したため、 帝国の分割は進まなかったものの大ギリシャ主義を標榜するギリシャがイギリスの支援を受けてアナトリアに進出を開始した。また帝国の関心は自らの地位の保障とイスタンブールの保全だった。またアナトリアには統一とシンポイン委員会の最高幹部が海外から帰国して抵抗準備を進めていたが指導者を書いており同時にアルメニア人 キリシャ人の独立運動も活発化していた。こうした状況の中で登場したのがケマルパシャである。帝国政府はアナトリアに駐留する軍隊が政府を無視して判断することを恐れたため、1919年5月5日、第9軍監察官に任命した。ケマルはアナトリアルメリア権利擁護委員会を結成し、東部召州の帝国からの離脱の阻止に成功すると、 1919年末に召集された帝国議会をも影響下に入れ、トルコ人が多数を占める地域が不可分であること、カピチュレーションの廃止を骨子とする国民制約を宣言した。とはいえ、この委員会の行動自体、連合国の思惑とは大きくかけ離れていたために、ヨーロッパ諸国はトルコへの介入を始めた。帝都イスタンブールは3月に占領され、ギリシャ軍は、 アナトリア内陸部に進出を開始した。帝国政府が議会を解散するに至り、首都を脱出した議員を中心に、4月23日、アンカラで大国民会議が開催された。その結果、ケマルは議長に選出されると同時に、アナトリアを中心とするアンカラ政府は、ヨーロッパ諸国と戦い、トルコ独立の維持に尽力することとなった。1921年、3週間にわたって、 ギリシャとアンカラ政府はサカリア側で激戦を展開した。ギリシャ軍を撃退したアンカラ政府は徐々に各国政府により認知されるようになった。その翌年にはイズミルを奪還することに成功し独立戦争を完遂した。独立戦争を完遂したケマルにとって次の障害は帝国政府だった。セーブル条約改定のための協議を ローザンヌで開催するための招兵状が帝国政府とアンカラ政府のそれぞれに送られた。ケマルは1922年11月1日の大国民会議の決議においてスルタン制とカリフ制を分離し、スルタン制のみを廃止することを決めた。これにより600年の歴史を誇ったオスマン帝国は終焉を迎え、メフメト6世はイギリス軍艦でマルタへ亡命した。 ラテン文字の読み書きを教えるケマル・ローザンヌ条約は、トルコの独立、関税自主権の回復、違外方権の廃止が内容に盛り込まれ、ケマルの指導者の立場は固まった。1923年10月29日、ケマルは大統領に就任し、現在に至る世俗国家の建設が始まった。ケマルは死ぬまで大統領の座に君臨し続けたが、 トルコを大胆にも西洋化する政策を進めていった。トルコ語のアルファベット表記への変更、イスラームを国境と定めていた憲法の条文の削除、トルコ棒の廃止、性を持つことの義務化といった内容である。とはいえ、1911年のイド戦争以降、第一次世界大戦、ギリシャとの戦争と11年間続いた戦争で、トルコ共和国の民族構成は大きく変化していった。 共和国からは帝国の商業を担っていた集団であるキリシャ人は去り150万人ほどいたアルメニア人は虐殺を経験し各地へ移住した250万人の人口が戦争で命を落としたさらに帝国の経済的基盤だったバルカン半島のほとんどを喪失しアナトリアは人口の激減により経済的にも疲弊していった 疲弊した経済の本格的な再建は1930年以降成功しなかった民間企業の育成から国家資本主義へ舵を取ることを始まりとする。第一次世界大戦後も広大な植民地を維持したイギリスではあったが各地でイギリスの植民地支配に対して対抗する動きが活発となった。イギリス領インドでは1919年 アムリットサル虐殺事件が発生した。また、ローラット法を施行し、インド人に対して、令状なしの逮捕、裁判なしによる投獄が可能となった。この事件を皮切りに、様々な立場から繁栄運動が高まりを見せることとなった。インドの糸車を引くマハトマガンディこのような環境の中で登場したのが、マハトマガンディである。 インド国民会議に参加したガンディは、非暴力不服従運動を展開し、たびたび投獄された。イギリス製品の綿製品を着用せず、伝統的な手法によるインドの綿製品を着用することを呼びかけるなどのガンディの行動は、国内外で大きな影響を与えた。彼の運動は、1930年の潮の更新で頂点に達した。とはいえ、 ガンディの思想や政治行動に対して全く反発がなかったというわけではない。とりわけイスラーム教徒による反発は大きかった。全員のムスリム連盟内部でも派閥争いが絶えず起こっていたが、その中でも思想的支柱の役割を果たしたのがムハンマド・イクバールだった。ガンディ同様、海外の滞在経験が長かったイクバールはよりどころを イスラーム的政治形態に求めていく。また、インドは大陸一体の独立ではなく、イスラーム教徒が居住する地域をインドとは別個の形で独立させるべきだと主張した。イクバールの思想は、後にイスラーム圏で大きな影響を与えると同時に、パキスタン構想へと発展していった。 ミャンマーでは1920年代から民族運動が始まり、僧侶による啓蒙運動や1930年結成の多ン党と呼ばれる急進的民族主義者の台頭が見られた。イギリスはこうした動きを弾圧したが、一方では議会制を導入し、部分的な自治を認めるなどの妥協も講じた。イギリスはイラン南部を勢力圏に置いていた。また、イランは 1901年に石油が発見されていったため資源の側面からもイギリスは手を引くわけにはいかなかった。当時、ロシア革命以後もソビエトがロシア帝国の持っていた勢力圏を維持しようとした動きがあったこともイギリスのイランへの介入を継続する一因となった。その中でレザーパフラビーがガージャール町内部で台頭した。彼は 1921年の軍事クーデタで全権を掌握すると遊牧部族の反乱を次々と鎮圧していった。1925年にはアフマドシャーを廃してシャーに即位した。この王朝をパフラビー朝と呼ぶ。レザーはその後イラン発展の障害を取り除く努力を行っていく。イスラーム改善のイランの文化にも注目し、ゾロアスター教に イラン固有の価値を認めるなど、イラン人のアイデンティティを鼓舞していった。イギリスは第一次世界大戦中、オスマン帝国を牽制するために、アラブ人には1915年にフサインマクマホン協定を、ユダヤ人には1917年にバルフォア宣言を締結し、それぞれにパレスチナの地に対して国家建設を認めるとした秘密外交を展開し、指示を取り付けた。 一方で、英仏路の三国で1916年、サイクスピコ協定を結び、戦後の中東における領土配分を協議していた。大戦後、パレスチナの地は、イギリスの委任統治領となり、ユダヤ人植民が始まった。そのため、ユダヤ人が2000年以上前に、パレスチナの地から去った後に住んでいた、パレスチナの人々との対立の火種が生まれた。 カイロでのデモイギリスの保護国だったエジプトでも独立の機運が高まっていた。第一次世界大戦が終わると、ワフド島のリーダーだったサード・ザグルールが中心となって、市民的不服従の独立運動が起こった。ザグルールの逮捕が起因となって、1919年3月から4月にかけて学生、公務員、商人、女性、宗教指導者を中心とするデモンストレーションや、 ストライキが起こった。宗教指導者に関しては、イスラームやコプト正教会など、宗教の枠を超えて独立が寄求された。1922年、エジプトは、フワード一世を国王とするエジプト王国として、独立を達成し、翌年には、議員内閣制に基づく、新憲法が交付された。1924年、ザグルールは、エジプトの議員内閣制下では、 最初の首相に就任した。しかし、エジプトには、イギリスの軍隊が駐在し続けた。なお、エジプトは1936年にイギリスとの間で、同盟条約を結び、中流イギリス軍の縮小に成功している。第一次世界大戦後、フランスの植民地は大きく広がったわけではないが、自らの勢力権を維持することには結果として、成功した。だが、 フランスも他の列強と同様に、それぞれの地域で独立闘争を挑まれていった。フランスの主な植民地としては、フランス領インドシナ、フランス領パレスチナ、チュニジア、アルジェリア、モロッコ、サハラ、マダガスカルが掲げられる。その中でも独立闘争が戦艦期に活発に展開されたのが、ベトナムとレバノンだった。ベトナムでは、1925年に、 ホーチミンがベトナム青年革命同士会を結成し、1930年、それを母体にしてベトナム共産党が成立した。インドシナ共産党はチャンフによりコミンテルン路線に転じ、徹底的な弾圧を受けながらも農村ソ,ソビエト政権を樹立するなど農民運動を展開した。1941年、ホーチミンを中心に、 フランスからの独立運動組織ベトナム独立同盟会が結成され、フランスと共に日本に対しても粘り強い抵抗運動を続けた。1898年、アメリカは米西戦争でフィリピン独立を援助するためにスペインと戦ったはずだったのに、後のパリ条約では2000万ドルでフィリピンを購入、自国の植民地にしようとした。 1896年以来スペインからの独立のために戦ってきたフィリピン人たちは独立を宣言したがアメリカから1万1000人の地上部隊がフィリピン占領のために派遣され反抗するフィリピン人60万人を虐殺した。1899年1月1日にはエミリオ・アギナルドが初代大統領に就任し、その後、 マロロスで議会を組織してフィリピンが一い共和国が成立、米非戦争が始まった。1901年、アメリカ軍はアギナルドを逮捕し、フィリピンはアメリカの主権下に置かれ、翌年にはフィリピン組織法が制定された。米非戦争は1913年まで続き、アメリカはフィリピン領有開始から1906年までは人民の武力闘争を 徹底的に弾圧する方針を取ったが、1907年開設の議会以降は、立法や行政については、フィリピン人への権限の異常を進めていった。ウィルソンが1912年に、米大統領に選ばれたこともこの傾向に拍車をかけた。1916年には二院制議会が開設されている。しかし、経済面ではアメリカに大きく依存した。 商品作物生産が進んだため、冷災な自作農は、小作実りに転落し、急乏化した農民たちは、反乱を繰り返した。1920年代から30年代にかけては、世界恐慌の影響をあって、農村の社会不安が、一挙に表面化し、1931年以降は、ラモスフ氏によって、サクダル運動が展開された。サクダル運動は、 アメリカの植民地支配よりもむしろ自国の大地主に向けられていた。1934年にはフィリピン独立法が成立して10年後のフィリピン独立を承認。翌35年にはフィリピンコモンウェルスが発足してマニュエル・ケソンが大統領に就任した。オランダ両東、インドでは1911年に結成されたサレカット・イスラームが第一次大戦期から 民族の団結を訴えて植民地支配に抵抗したが、大戦後はオランダの弾圧によって力を弱めた。これに対し同盟内の左派が中心となって1920年にインドネシア共産党が組織された。これは合法政党としてはアジア初の共産主義政党だった。共産党はインドネシア各地で反植民地放棄を指導するなどの活動を展開したが、 これも大弾圧を受け、ほぼ壊滅に近い状態となった。その後、オランダから帰国した留学生が独立運動を主導し、1927年にはスカルノを党首とするインドネシア国民党が結成された。スカルノはマルクス主義における階級闘争という考え方には馴染めず、農民の持つエネルギーをマルハイに住むという形で、 民族解放闘争へと振り向けようとしたと言われる。1928年に、ジャカルタで開かれたインドネシア青年会議では、党派を超えた青年が集まり、青年の誓いを採択した。そこでは、共通の祖国、民族、言語の名として、インドネシアを選ぶことを再確認し、紅白二色の国旗が形容され、スプラットマン作詞作曲、インドネシアラヤが城内に流れた。 オランダ当局はこれに衝撃を受け、以後、インドネシアの語を用いただけで演説を中止させ、集会を解散させたという。1930年、スカルノは逮捕され、それによって、インドネシア国民党は分裂した。タプコル公園のレリーフの一枚、ベルサイユ条約によって、アジア諸民族の独立が達成されないことが明らかになると、 日本の支配下に置かれていた地域でも独立を求める、機運が高まった。一つが朝鮮半島で起こった3.1独立運動、もう一つが中国で起こった54ム運動である。1919年3月1日、タプコル公園から始まったこの運動は、デモ回数で1542回、延べ参加人数は205万人に上った。この運動に対して、 当時の朝鮮総督府は徹底的な弾圧を行い5月には鎮静化した。その後、降伏まで朝鮮半島では大規模なデモ行動が起こることはなかった。一方、中国の運動は大戦中の1915年、日本政府が中華民国政府にいわゆる大化21箇条要求を突きつけたことにより中国国内で反日感情が高まっていた。 そのような環境の中で遠征外は日本の要求を受諾した。そして遠征外は弱体化している中国を再建するには先制的な指導者が必要であるとして1916年皇帝となったがサイツバラが五国戦争を起こし遠征外は国民の反発を受けて失脚し中国は軍閥が拡挙する時代となった。ベルサイユ条約で日本が ドイツの対中権益を承継することが判明すると、北京大学の学生を中心に講和条約の不調印を要求し、5月4日、天安門広場で決起した。最終的には、民国政府はベルサイユ条約の批准を拒否した。中国では、ナショナリズムを高揚する思想家、知識人が現れ民衆にも思想を広めていった。陳独衆は1915年雑誌。 新青年を観光し、その中で古敵は白話運動を展開し、平易な中国語で思想を伝え、李大将は社会主義思想を伝えた。露人は秋青年で現状の中国人のもうまいさを伝えたが、雑誌、新青年は社会主義を批判する古敵と、自用する陳独修、李大将の対立により、1921年に観光終了となった。 ナショナリズムの公用を革命運動に取り込むことを考えた孫文は、1919年、中華革命党を改組し、中国国民党を結成し、誤法運動を展開、関東軍政府非常大総統に就任した。一方、1921年になると、コミンテルンの指導の下、陳独州、李大将、毛沢東らは、中国共産党を決闘した。 1922年6月、孫文は、関東軍の領袖、陳慶明と対立し、関東軍政府を追われた。後に、陳慶明の勢力を駆逐すると、孫文は、上海で、ソ連のアドリフ・ヨッフェと会談し、連鎖要求をスローガンとした孫文、ヨッフェ宣言が発表され、第一次国境合作策が進められた。第一次国境合作策の中で、 孫文が1925年3月12日看板で死亡すると孫文の意思を継いだ蒋介石は1926年北伐を開始した1927年上海空出デターで北伐は一旦中断し国境分裂国民党の内部分裂日本による三島出兵の干渉が発生したが最終的には1928年 国民革命軍の北京入場並びに、張学寮の駅史により北伐は完了した。張学寮の父である法天派の主会、張作林は1928年6月4日、関東軍の手によって暗殺された。そして、1928年には孫文が提示した革命三段階のうちの軍政に入ったことを宣言、したが、蒋介石が権力を掌握するためには、 中原大戦に至るまでの国民党内部の構想を繰り広げなくてはならなかった。一方、中国国民党から駆逐された中国共産党は、理律さんのように都市部での抵抗を試みる者もいたが、毛沢東は中国国民党の勢力が及ばない、山間部や農村に開放区を築き抵抗していった。その一例が、厚生省と湖南省の省査に位置する聖光山である。 アメリカ資本の導入により、ドイツ経済は復興し、イギリス・フランスへの賠償支払いが可能となり、イギリス・フランスはこれを対米債務に充てるという循環が成立したことで、ヨーロッパ経済はひとまずの安定を迎え、それが各国の国際協調外交の前提ともなっていた。失業者の更新ところが、アメリカでは1928年から工業生産が加工に転じ、 1929年10月24日、ウォール街のニューヨーク証券取引所で株価が突如大暴落した暗黒の木曜日である強行の背景には陶器熱ばかりではなく過剰な工業生産に大衆の購買力が追いつかなかったこと、保護貿易政策による国際貿易の低迷、農業が危機的状態にあったことなど、 永遠の繁栄を誇りながらも抱えていたアメリカ経済の構造的な弱さもあった。そのため、強行は一時的な現象にとどまらず、長期にわたるものとなった。アメリカでは多くの銀行や会社が次々に潰れ、4人に1人は失業し、多くの農民も土地を失った。第1次世界大戦後の各国の経済はアメリカと深く結びついていたため、 その影響は全世界に及び特にアメリカ資本がヨーロッパから引き上げたことからヨーロッパ諸国も金融不安に陥ってかつて内大規模で深刻な強行となった強行はその破壊的規模の大きさと期間の長さから世界強行と呼ばれる各国の工業生産は激減し多数の失業者が現れた世界強行が始まると ドイツに投下されていたアメリカ資本が引き上げられ、1931年にはオーストリア最大の銀行クレディートアンシュタルトが倒産し、ドイツ経済は破綻した。アメリカ大統領、ハーバート・フーバーは31年、賠償、戦災支払いを1年間停止するフーバーモラトリアムを宣言したが、効果は少なかった。フーバーは、不況はしばらくすれば、 元の景気に回復するという古典派経済学の姿勢を貫き、国内においては政府による経済介入を最小限に抑える政策を継続し、その一方で対外的にはスムートホーリー法の下での保護貿易政策を展開し、平均関税率はアメリカ史上最高の水準となった。これに対してカナダは直ちに報復関税を導入し、それが 後の帝国特恵関税の伏線となった。このようにスムートホーリー法は世界強行を一層深刻にさせた一因であると考えられている。強行は資本主義諸国の経済を揺るがして政治、社会全体の危機を招き各国は国内問題の対応に追われて国際問題への取り組みには消極的になった。1932年から開催された ジュネーブ軍縮会議は見るべき成果もなく閉会し、国際連盟の活動も低迷した。こうした状況下で、それまでイタリアに限られていたファシズムの思想や運動が、改めて着目されるようになった。アメリカでは1932年の選挙で、民主党のフランクリン・ローズベルトが大統領に当選した。ローズベルトは33年3月に就任するや、 まず農業調整法によって農産物の作付けを制限し過剰な農産物を買い取るなどして生産と供給を調整し生産物価格を引き上げて農民の生活を安定させ全国産業復興法で政府と企業との協力を強めて生産の制限や価格の統制賃金引上げなどを企業に行わせ企業間の公正な競争を促した さらに混乱した国際経済からドル経済圏を守るため金本位制から離脱し、テネシーが流域開発公社などの公共投資による地域開発を推進して失業者を減らそうとした。また、1935年、全国労働関係法によって労働者の最低賃金及び団結権と団体交渉権を保障した。 こうした一連の政府の積極的な経済への介入政策はニューディールと呼ばれ社会対立の拡大を阻止して国民経済と生活を安定させようというものだった。外交面では1933年ソ連を承認しヨーロッパにおける列強の対立に対しては公式には中立を維持した。ラテンアメリカ諸国に対してはそれまでの高圧的な態度を緩め キューバのプラット修正条項を廃止するなど内政干渉を控え代わりにドル経済圏に組み入れようとする前輪外交政策が取られた。世界恐慌に対して各国政府は積極的な国際協力は行わず自国本位の解決策を追求した。アメリカと並んで世界恐慌の影響が最も深刻だったドイツでも 工業生産は1929年からの3年間で半分近くに減少し3人に1人が失業者というありさまになった。経済の混乱と社会不安の中で33年に成立したアドルフ・ヒトラー率いるナチ党政権は軍需生産や土木工事を増大させフリッツ島々を中心に進められたアウトバーンの建設などで大規模公共事業を起こして 失業者を吸収した。イギリスもまた貿易不振と失業者の増大に苦しんだ。マクドナルド内閣は失業保険を削減しようとしたが、これには与党の労働党が反対してマクドナルドを除名した。そこで彼は保守党や自由党の一部と挙国一致内閣を組織し、金本位制の停止、国費の節約、保護関税などを実施した。さらに、 1932年には、カナダのオタワで、イギリス連邦経済会議を開き、連邦内の貿易決済を、UK ポンドで行い、連邦内の商品は無税か低関税を、外国商品には交換税をかける、帝国特計制度の採用を決め、イギリスと各自治領が結束して、関税障壁で自衛する、排他的なスターリングブロックが形成された。なお、1935年、 ネビル・チェンバレンの保守党政府が成立すると、ナチスドイツの反素的態度に期待して、ドイツの要求に譲歩する融和政策を取った。フランスでは、強行の影響が1932年になって現れ、政府は、イギリス同様、植民地や友好国とフラン通過権を築いて、経済を安定させようとした。国内政局は不安定だったが、 ドイツのヒトラー政権成立や国内の極右勢力の活動などにより危機感を持った中道、左翼勢力がまとまる傾向を見せた。1935年にはフッソ相互援助条約が結ばれ、翌36年には社会党、急新社会党に共産党が協力して、1936年社会党のレオンブルム首相による 反ファシズムの人民戦線内閣が成立し、大規模な公共事業を展開し、労働者の待遇改善を進めたが、政権の内部分裂もあり、経済危機を乗り越えられないまま退陣した。ドルポンドフランなどの通貨を軸に、経済圏を作り、他国の商品を排除するブロック経済は、国際経済を、ますます縮小させ、弱体な中小諸国の経済を圧迫した。一方、 ソ連は資本主義世界との交流が少なく、世界恐慌の影響を受けずに、社会主義の基礎を築いたため、その計画経済は資本主義諸国からも注目された。しかし、スターリンは独裁的権力によって、多数の人々を根拠のない罪状を着せて粛清し、スターリンの個人崇拝を強めた。共産党の一党支配によるスターリン体制の確立である。 対外的には、ソ連は国際社会への参加を進め、1934年には国際連盟に加盟した。満州防重大事件の処理について、昭和天皇の怒りを買って、田中義一内閣が倒れた後、浜口裕子内閣が誕生すると、増将、井上淳之助は産業の合理化、旧陛下による金解禁で日本経済を立て直そうとした。しかし、 世界恐慌で世界の経済状態が大混乱に陥っている時に1930年1月11日金解禁を実施したこともあり、日本経済はまたもや強行に陥った。同年11月、浜口首相がロンドン海軍軍縮条約調印に伴う統制権甲板問題により右翼に狙撃され、内閣が倒れると同じ立憲民政党から第二次、 若月内閣が成立したが、有効な対策を講じることができないまま、1931年9月の満州事変の勃発により早々と倒れ、同年12月、立憲政友会の犬飼武史内閣が成立した。犬飼内閣の高橋惚歴予想賞は、直ちに金融室を再禁止し、日本は管理通貨制度へと移行し、民政党政権が言ってきたデフレ政策を180度、 年間、軍事比較庁と赤字国債発行によるインフレーション政策を行った。金輸出再禁止により、円相場は一気に下落し、円安に助けられて日本は輸出を急増させた。輸出の急増に伴い利益も急速に回復し、1933年にはソれを除く他の主要国に先駆けて、強行前の経済水準を回復した。 高橋のインフレ政策には、軍拡的な意味合いも含まれていたが、景況改善後の資源配分転換と、国際協調の流れに合わせた機動的軍縮が、後に肥大化した軍部に阻まれることとなる。満州事変における、あまりにも鮮やかな軍事的成功の時期と、強行からの脱出の時期が重なったことは、規制政党の政権争いに不信を抱いていた、国民に頼りになるのは、 軍部という考えを浸透させることとなった。しかし、その一方で、日本の軍事行動は国際的に批判され、中国の提訴によって派遣された立憲調査団は、事変は自衛権の発動によるものであるという、日本側の主張を知りけ、国際連盟もそれを支持したので、1933年3月、連盟の脱退を通告した。またエミアスによる輸出の増加は、 先進諸国よりソーシャルダンピングだとの批判を浴び、日本は国際的に孤立の度を深めた。国際連盟脱退通告直後、関東軍は熱化方面も進行し、同年5月の単空協定成立によって満州事変に一応の決着がついた。その後、1935年、傍険の名目で内モンゴル、下北に進行し、 河北省東部に分離した北東防強時期政府を設置させて北市の分離を図った。これに並行して一部の軍人はテロやクーデター事件を起こし、政党政治は終わりを告げて軍部の発言力を強めた。中国の国民政府は1930年の完全自主権の回復に力を得て国内の政治的、軍事的統一を目指し、日本の軍事行動への対応よりも共産党との 戦いに力を入れた。1934年、随近の共産党軍は江岸など奥地を目指す調整を実行したが、その過程で共産党内での毛沢東の指導力が確立、また各地で土地改革を行って支持を拡大していった。同年、国民政府はドイツ製品とその開発支援と引き換えに中国産の軍用気象原料の提供を約束する。 中国気象資源及びドイツ農業、工業製品交換条約をドイツとの間で調印するなど中毒合作を進めて産業面、軍事面での近代化に努め35年には銀化を禁止しイギリスアメリカの援助でポンドに連動した四大銀行が発行する銀行券を法兵とする通貨統一を達成した。これにより地方の軍閥の力は弱められ、 国内統一への方向はさらに進展した。中国共産党は、調整のさ中の1935年8月、8.1宣言を出して、内戦の停止と民族統一戦線の結成を呼びかけた。これに対し、西安で共産党攻撃を行っていた、張学寮が共鳴し、1936年、共産党攻撃の特選に訪れた、小海石を捉えて、 公日と内戦の停止を訴えた。小解析はこれを受け入れ、以後、再び国境は接近した。1940年における日本軍占領区域1937年7月7日、六甲橋事件をきっかけに日中戦争が始まった。この絵踏丸内閣は、7月9日には、不拡大方針を閣議で確認、また、7月11日には、 現地の松井久太郎大佐と、畑徳順との間で、停戦協定が締結されたにもかかわらず、内地参謀師団を派兵する、北市派兵声明を発表した。中国では、第二次国境合作が実現した。1937年末までに、日本軍は、河北の用地と首都南京を占領し、その後も、攻勢を続けたが、都市及び都市間の交通路を支配しただけで、 広い農村地域にまで支配は及ばなかった。それに対し中国はアメリカ合衆国、イギリス、ソビエト連邦の援助を受け、政府を四川省の重慶に移して抵抗を続けた。この絵は東亜新秩序の建設を掲げ、欧米勢力を東アジアから追放してその派遣を握ろうと企図し、南京に王朝明政権を立てたが、民衆の支持が得られず、戦争は、 泥沼化の予想を呈した。世界恐慌は、ドイツ経済の破綻を招き、その中でナチスと共産党が躍進した。国家社会主義ドイツ労働者党は、大戦後、アドルフ・ヒトラーを指導者として、勢力を拡大してきた政党で、ユダヤ人排撃、ベルサイユ条約破棄、ドイツ民族の結束などを主張した。その過激な行動は当初は国民に支持されなかったが、 政治の混乱や生活不安に怯える中間層、またドイツ共産党の進出を恐れる資本家や軍部に支持されて勢力を急速に広げた。ナチスは1932年の選挙で第一党となり、翌33年ヒトラーは首相に任命された。ヒトラーは国会議事堂放火事件を利用して共産党を弾圧し、 全権委任法を成立させてナチス以外の政党を次々に解散させて一党独裁体制を実現し、賠償金支払いを一方的に打ち切って、1934年にパウル・フォン・ヒンデンブルクが死去すると、ドイツ国を呼び、国民の国家元首に関する法律を定め、大統領の地位と権限も受け継いで相当と称した。 独裁体制を固めたヒトラーは大規模な土木工事や軍需生産を起こして失業者を減らし、他方で文化や教育を厳しく統制して反対派やユダヤ人にの迫害を始めた。多くの社会主義者、民主主義者、ユダヤ人らが国外に亡命した。1933年、ドイツは国際連盟を脱退し、35年にはザール地方を編入。 朝平制を復活して再軍備宣言を発し36年にはロカルノ条約を破棄してラインラント進駐を進めるなどベルサイユ体制を次々と破壊していった世界恐慌によって経済的に行き詰まったイタリアも苦境から脱するため1935年にエチオピアに侵攻し毒画像も使用して翌年エチオピア全土を支配した 国際連盟はイタリアを侵略国として経済制裁を決議したが十分実行されず日力の脱退に加えてその威信は大きく傷ついた。1935年にストレーザ戦線を結んで英仏と共にドイツに対抗しようとしたイタリアだったが同年の英独海軍協定によって戦線は崩壊1936年に入るとドイツに接近して ベルリン・ローマ・枢軸と呼ばれる同盟関係が成立、1937年にはイタリアも、また国際連盟を脱退した。第一次世界大戦後のスペインでは、イデオロギー対立が先鋭化していた上に、地方自立の動きも加わり、政治的混乱が続いて1923年から1930年にかけて、ミゲル・プリモデリベラ将軍による、 軍事独裁政権が成立した。1931年に左派が選挙で勝利し、王政から共和政へと移行したが、1933年の総選挙では、右派が勝利して、政権を奪回。しかし、左右両勢力とも内部の統一が図れず、硬着状態が続いた。1936年の総選挙では再び左派が勝利し、マヌエル・アサーニャ率いる。 人民戦線政府が成立した。人民戦線勢力はさらに進んで、警察を用いて保守派の大物、カルボソテロを暗殺するなど、暴力による右派の物理的排除に乗り出した。これに対して、フランシスコ・フランコが、スペイン本土と植民地モロッコで軍隊が反乱を起こすと、赤色テロの脅威に直面したカトリック教会、旧王党派、地主、資本家、 軍部などがこれを支持して、スペイン内戦へと突入した。内戦に対し、イギリス、フランスは、不干渉の立場を表明したが、地中海地域への勢力拡大を狙うイタリアは、ドイツと共に反乱軍を公然と支援した。政府側には、ソ連の援助や欧米の社会主義者の支援があり、アメリカのアーネスト・ヘミングウェイ、フランスのアンドレ・マルロー、イギリスのジョージ・オーウェル、 日本のジャック・シライラが国際旅団として共和国側に加わった。内戦はフランコ側が九百三十九年マドリードを陥落させて勝利、同年のファランヘ島の党大会でスペインで唯一の政党となることが決議された。人民戦線など国際共産主義運動の動きに対抗して九百三十六年日本とドイツは日独防強協,協定を結び、 三十七年には、イタリアも参加して、日独位三国防協協定に拡大した。こうして、反素、反共を訴えながら、ベルサイユ・ワシントン体制に挑戦する、持たざる、国、日本、ドイツ・イタリアは、三国数軸を結成するに至った。1 9 3八年三月、ドイツ民族統合を唱えるナチスは、アンシュルスを断交して、オーストリアを併合し、同年九月には、 ドイツ人の多く住むチェコスロバキアのズデーテン地方の割譲を要求した。イギリスのネビル・チェンバレン首相は、融和政策による解決を図り、ミュンヘン会談を開いて、チェコスロバキア代表が不参加のままズデーテンのドイツ割譲を認めた。しかし、ヒトラーはこれに満足せず、翌年チェコスロバキアを解体、ボヘミアとモラビアを保護領に、スロバキアを保護国にした。さらに、 ポーランドにも団地費の返還などを要求した。英仏両国は融和政策の限界を悟り、軍備拡張を急いで、ポーランドとギリシアの安全保障を約束した。英仏はソ連とも軍事同盟の交渉に入ったが、スターリンはナチスドイツとの提携に転じて1939年8月末に独ソ不可侵条約を結んで世界に衝撃を与えた。9月1日、 これに力を得たドイツがポーランド侵攻を開始、英仏が直ちにドイツに戦線して第二次世界大戦が始まった。開戦後すぐにドイツ軍はポーランドを壊滅させソ連と共に分割するなど東部戦線はこの2カ国が圧勝した。一方の西部戦線では1940年4月にドイツがデンマーク、ノルウェーを攻撃したことで英仏軍が動き始めた。 同年6月にはドイツがパリを占拠してフランスが降伏しその直前にはイタリアがドイツ側に立って参戦した中部フランスにはビシー政権が成立した北部フランスを占領したドイツはイギリス本土を空爆してイギリス上陸作戦を立てたがバトルオブブリテンでのイギリス空軍はレーダーの活躍もあってドイツ空軍を寄せ付けなかった日本では 安倍信之内閣がドイツとの軍事同盟締結は、米英との対立激化を招くとして、欧州大戦への不介入方針を掲げていたが、日中戦争の泥沼化に苦戦しており、米英祖が中国を援助したために孤立していた。1940年8月には、現状打破のために、フランス領インドシナに侵駐し、松岡洋介らの親読派が中心となって、同年9月に、 日独一三国軍事同盟、さらに翌41年4月には日ソ中立条約を結んだ。ここで日本にとって誤算だったのは、これにより日独一層の四国同盟関係が成立し、その力をもってすれば日米交渉も有利にまとまるであろうと考えたことである。しかし、イギリス上陸を断念したドイツはソ連に宣戦線して独ソ戦を開始し、アメリカは 日本の南方進出を牽制して日本への石油供給を停止して極東においてイギリス、中国、オランダとの提携を強めた。そのため日本は1941年12月、真珠湾攻撃によって米英に戦闘を開始して太平洋戦争に突入した。独意もアメリカに対して戦争を開始した。その後、1943年2月、 ロシア内陸部のスターリングラード攻防戦で連合軍がドイツ軍を破り、これが第二次世界大戦全体の転機となって、同年9月にイタリアが無条件降伏、1945年5月8日にはドイツも無条件降伏した。1942年のミッドウェイ海戦を境に敗色が濃くなり、1944年のサイパンの戦い後は、 制空権を失った日本は、米軍の本土空襲にさらされながらも粘っていた。1945年7月、米英中の三国は、日本の降伏を促すポツダム宣言を発表したが、日本はこれを無視したため、アメリカ軍は、原子爆弾を8月6日広島に、8月9日長崎に投下した。8月14日には日本は、ポツダム宣言を受諾し、 9月2日にはポツダム宣言に上院して第二次世界大戦はここに集結した。第二次世界大戦後は戦艦期とは対照的に戦時経済で急成長したアメリカのリーダーシップにより自由な貿易体制と国際金融取引の再建が進められ、1950年代から1960年代には資本主義史上かつてない繁栄が訪れた。 アメリカがこのような役割を果たした動機としては、1930年代のような世界恐慌の再来を回避することで、軍事に代わる市場を国内産業に確保する期待があったためであるが、それ以上に戦後のヨーロッパの没落と、東西冷戦の展開という状況が背景となっていた。これについては、第二次世界大戦から現在までに至る世界経済の変遷を、 パックスアメリカーナの変遷として捉える見方がある。パックスアメリカーナとは、アメリカがソ連を名手とする東側諸国に対抗する西側の名手として、北大西洋条約機構や日米安全保障条約を通して西側世界の軍事を引き受け、核の傘で資本主義諸国と西側世界を保護するとともに、マーシャルプランなどによって西欧諸国の エロア資金などによって、日本、琉球、台湾の復興を支え、ドルの傘の中で自由主義経済を編成する体制だったと概括することができる。世界経済システムとしては、ドルの傘、すなわち、金一スイコール35ドルと定めて、各国通貨のドルとの換算も一定にした、金ドル本位制の側面と、IMF ガット体制という側面の二つにまとめることができる。 後者は自由、無差別、多角主義をスローガンとし、各国間の貿易や金融取引における障害を撤廃し、相互に自由平等な立場で競争を行うことによって、世界貿易の拡大、開発途上国の開発、国内の完全雇用を実現しようというものだった。そしてまた、これが可能だったのは、人口で世界の6%に過ぎない合衆国が、 世界の高工業生産の6割以上を占め、世界の金の7割近くを保有して、経済的派遣を完全に握ったことの反映だった。第二次世界大戦の勝敗が明らかになると、アメリカ、イギリス、ソ連など主要連合国は、大戦中から構想されてきた戦後世界秩序の具体化に着手した。1945年10月には、 国際社会の平和と安全の維持を目指し、6月のサンフランシスコ会議で連合国50カ国によって採択された国際連合憲章をもとに国際連合が誕生した。国際連合は本部をニューヨークに置き、紛争解決のための軍事力行使を決定できる安全保障理事会が設け、アメリカ、イギリス、ソ連、フランス、中華民国の5カ国を拒否権を持つ、 常任理事国とした国際連合は、世界の安全保障とともに、経済、社会の発展のために協力することを目的としており、国際連合経済社会理事会には、各種の専門機関、補助機関も設けられた。ベルリン封鎖で、西側陣営の空輸作戦の舞台となった、テンペルホーフ空港アメリカの主導化に戦後、世界秩序の形成は進んだが、 次第にソ連がアメリカに対抗する姿勢を明らかにした。ソ連はナチス支配から解放した東ヨーロッパ諸国を勢力下に置いたが、その影響が西ヨーロッパに及ぶことを恐れたアメリカは、1947年にトルーマンドクトリンを発表して、ソ連封じ込め政策を打ち出し、マーシャルプランを提唱した。それにより、西欧諸国の復興は本格化したが、 援助計画の受け入れを拒否したソ連は、東欧諸国の社会主義化を強行し、47年にコミンホルムを設けて、各国共産党の団結を固めた。こうして、アメリカを名手とする西側、ソ連を中心とする東側の二大陣営が形成された。両陣営の緊張は、分割占領下のドイツをめぐって高まり、間もなく、1948年のソ連の、 ベルリン封鎖をきっかけとして、ドイツは東のドイツ民主共和国と西のドイツ連邦共和国に分断された。ソ連も原爆実験に成功し、西側の NATO に対抗して、東欧諸国との間にワルシャワ条約機構を結成した。アメリカはアジア、太平洋方面などでも、各地域ごとに地域集団防衛条約機構を組織し、 冷たい戦争と呼ばれた米ソの対立は世界的な広がりを見せた。米ソを中核にして戦後世界秩序が形成されていくとアジアでも激しい内戦が起こり国家の分断という事態が生じた。中国では大戦後国境内戦に突入し農民の支持を得た共産党が勝利して1949年毛沢東を主席とする。 中華人民共和国が成立した。新中国は、地主制の撤廃と、社会主義社会の建設に着手し、50年、中蘇友好同盟相互援助条約を締結した。共産党政権の下で、1953年より、農業の集団化が始まり、1958年以降、大躍進運動が展開される中で、聖社合一の人民公社が組織された。また、 ソ連の援助により江江工業の建設にも力を入れ、1960年代、初めには、大型油田の開発にも成功した。内戦に敗れた中国国民党は、台湾に逃れ、中華民国を維持し、1952年には、日本との間に、日華平和条約を締結して、国交を回復した。日本の植民地支配が終わった朝鮮半島では、 米ソに分割占領された後、1948年、北緯38度線を挟んで南に、大韓民国、北に、朝鮮民主主義人民共和国がそれぞれ成立した。北朝鮮軍の南進により1950年に始まった朝鮮戦争では、それぞれがアメリカと新中国の支援を受けて、一進一退の戦いを展開し、3年後には、反問店で、 急戦協定を結んだ。しかし、これにより、半島の南北分断は固定化されることとなった。ベトナムでは、大戦終結直後、ホーチミンがベトナム民主共和国の独立を宣言したが、植民地の維持を図るフランスは南部に、コーチシナ共和国、ベトナム国などを別の政権を立てて、インドシナ戦争が起こった。これに敗れたフランスは54年のジュネーブ協定により、 撤退したが、代わってアメリカが介入し、その支援により、南部にベトナム共和国が建てられて、南北分断は解消されなかった。1951年のサンフランシスコ平和条約によって、独立を回復した日本では、アメリカとの密接な軍事的、経済的協力関係のもとに、経済の復興が進められたが、沖縄はその後も、米軍占領下に残された。 1956年には日ソ共同宣言によってソ連との国交を回復し国際連合に加盟したが両国の間には北方領土問題が残された。大戦中日本に占領された東南アジア諸地域では戦後次々に独立国が誕生した。抗日運動が最も活発だったフィリピンは1946年フィリピン共和国として独立した。 オランダ両東、インドでは1945年8月国民党のスカルノを指導者としてインドネシア共和国の成立が宣言された。オランダは武力介入を行ったが敗退し、インドネシアは1949年に独立を達成してスカルノが初代大統領となった。普通インドシナではベトナムのほか、1954年に カンボジアが完全独立を果たし、ノロドムシハルークの下で中立政策を進めた。ラオスも1953年に正式に独立したが、左右の政治勢力の対立は内戦に発展した。イギリス植民地でもインドミャンマーなどが民主運動により独立を達成した。インドでは1947年にインド独立法が制定され、 インド連邦とパキスタンに分離独立したが、そのためヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の対立が各地で激化し、両教徒の融和を説いたガンディは、狂信的なヒンドゥー教徒によって暗殺された。インドは、初代首相ジャワハルラールネルーの下で、1950年ガーストによる差別禁止など、社会の近代化を目指す憲法を発布し、連邦共和国となった。スリランカは、 1948年、イギリス連邦内の自治領となり、ミャンマーは同年、イギリス連邦から離れて独立した。マレー半島は、1957年にマラヤ連邦となり、さらに1963年、シンガポール及び英領ボルネオと合体して、マレーシア連邦となったが、1965年には、中国系住民が多数を占めるシンガポールが、分離独立した。 パレスティナではヨーロッパから移住したユダヤ人が1948年にイスラエル国の独立を宣言するとアラブ連盟に結集して統一行動を目指していたアラブ諸国との間でパレスティナ戦争が起こり約100万人のアラブ系住民が土地を追われてパレスティナ難民となった。エジプトでは1952年ムハンマド・ナギーブ・ヤガマール・アブドナーセルらの指導する。 商工団が王政を倒し、翌年に共和国を樹立するエジプト革命が起こった。ナギーブとナーセルの対立の後ナーセルが政権を握ると、積極的中立政策を唱えて、社会主義国に接近する姿勢をとり、英米はエジプトへの経済援助を停止した。ナーセルは1956年、アスアンハイダムの建設資金を得るため、スエズ運河の国有化を宣言したが、 これに対しイギリス、フランス、イスラエルが武力干渉を行い、スエズ戦争となった。ナーセルはこれを退け、米ソも三国の軍事行動に警告したので三国は撤退、エジプトは運河の国有化を断行し、アラブ民族主義において指導的役割を果たすこととなった。その後、アラブ諸国では民族主義と反帝国主義の運動が広まり、1958年には、 イラクでも自由商工団による革命が起こって王政が倒された。また、1960年にはアラブ産油国を中心として石油輸出国機構が結成された。フランス支配下の北アフリカ地域では1956年にモロッコ、チュニジアが独立した。アルジェリアでは独立に抵抗するピエノワールと呼ばれたヨーロッパ系入植者や現地軍人と アルジェリア民族解放戦線との間でアルジェリア戦争が続いたが1962年に独立が達成された。1950年代後半には脱植民地化の波はサハラ砂漠以南のアフリカにも及び1957年にクアメ・エンクルマを指導者とするガーナが最初の自力独立の黒人共和国となった。 1960年にはナイジェリアやカメルーンなど17の独立国家が一挙に誕生して次々に国連に加盟しこの年はアフリカの年と呼ばれたがベルギー領コンゴでは独立直後にコンゴドーランと呼ばれる紛争が起こった1963年アディスアベバで開かれたアフリカ諸国首脳会議には30カ国が参加しアフリカ統一機構を結成して アフリカ諸国の連帯と新植民地主義との対決を目指した。また、1960年に独立したナイジェリアでは1967年産油地帯で、ある東部州に基盤を持つイボ族が石油利権の異常を求め、受け入れられなかったことなどから、ビアフラ共和国の独立を宣言した。ナイジェリア政府はこれを認めず軍事制圧を図り、1970年に降伏させた。 第二次世界大戦後の世界輸出が戦前水準に復帰したのは終戦3年後の1948年であり第一次世界大戦後にはそれが1924年まで5年を要したのと比較して早かった。また第二次世界後は1930年代のような急激な輸出の縮小を経験することなく順調な伸びが見られた。輸出価格も朝鮮戦争後 20年近くにわたって安定した。上の表は先進16カ国の都市平均成長率をパーセント表示したものであるが、ここでは1950年から1973年にかけての期間が GDP、固定投資、輸出量の成長率のいずれの指標も資本主義の歴史の中で突出して高いことが読み取れる。また、 1970年代半ば以降のスタグフレーションの進行した時期に比較してインフレ率や失業率が際立って低かったことと合わせこの時期は資本主義の黄金期と称されることがある戦後アメリカの経済的繁栄を支えた技術革新は大規模な大量生産を可能にし西側先進国の消費生活を大きく変えるナイロンや プラスチックなどの新商品を次々と生み出し、高等教育の普及や、リチャード・ハミルトンが1956年に制作した、一体何が今日の過程をこれほどまでに変化させ、魅力的にしているかが、始まりとされる、ポップアート、ロックンロールなどの若者文化、大衆文化の広がりは、アメリカ社会を豊かな社会と印象づけ、 西欧や日本をはじめ世界各地に浸透していくことになった。また、60年代はじめには通信衛星による宇宙中継が行われ、人々はリアルタイムで地球の裏側の事件や様子まで知ることができるようになった。上の表は世界各地域の輸出入シェアを示したものである。戦後の輸出成長率には地域間格差が目立つ。 ドイツをはじめとする西ヨーロッパと日本の伸びが大きく世界でのシェアを伸ばしておりアメリカのシェアは上下があるものの高い水準を維持それに対し発展途上国は一時的に産油国が輸出シェアを拡大したものの全体的にはシェアを下げているただしその中にあって1970年代以降のアジアは急速に輸出入を伸ばしていることがわかる従来の世界貿易が 先進国と途上国の間で一次産品と工業製品の交換という形で展開される傾向があったのに対し第二次世界大戦後には先進諸国内市工業国相互の貿易が主流となった。戦後の貿易は自動車や医療品に顕著に見られるように異なったブランドの製品が先進諸国内で輸入されたり、 中間製品と完成品の間での取引が拡大するなど産業部門内貿易という従来見られない新しい傾向を含んでいた。全体としては欧州経済共同体の拡大が目立ち、その域内貿易が1950年代から1960年代にかけての世界貿易の伸びをリードした。一方、かつて植民地だったアジアやアフリカの諸国では、 商品作物栽培や資源供給を強制されてきた経緯から社会の自律的な発展が妨げられ独立後もその歪みから脱却していくことが困難であり経済発展は順調に進まず強権政治やクーデタに悩まされて不安定な社会情勢が続いたバングラデシュのジュートやマレー半島の天然ゴムなど先進工業国における技術革新によって 安価な代替商品が生まれ、需要の減退に見舞われたことも痛手だった。また、ラテンアメリカでも土地所有の偏在や外国資本の支配により、農民の貧困や政治の不安定が続いた。1959年にはフィデル・カストロの指導によるキューバ革命が起こっているが、それ以外の国々でも、1960年代には先進国との経済格差が、 一層目立つようになった。こうした南の発展途上国と北の先進工業国との格差は大きく、やがて南北問題として意識されるようになった。東西冷戦下の世界の中でアメリカなど先進諸国はこれらの地域に投資や援助を増大させて開発を進めることに関心を強めた。緑の革命はその一例であるが開発は 先進国の基準が当てはめられることも少なくなかった。政府レベルでは政府開発援助が行われるようになり、また国連専門機関として国際開発協会が1960年に、補助機関として国際連合貿易開発会議が1964年に、さらにアメリカの主導によって1961年経済協力開発機構の 中に開発援助委員会が設置されるなど、発展途上国に対する援助体制が整えられるようになった。ありがとうございます。